MOS8502 マイクロプロセッサ MOS8502 は MOS テクノロジーが設計した8ビットマイクロプロセッサであり、コモドール128で使用された。コモドール64で使用された MOS6510 を元にして、コモドール64で使用された標準のクロックの 1.024MHz に加えて2倍のクロックでも動作することができた。 40桁のビッグ2ディスプレイコントローラは CPU が2倍速で動作した時に十分なサイクルを確保することができなかったため高速モードでのビデオ表示は80桁の VDC を使用した時だけ可能であったビデオ出力が重要でない時に出力を止めることで高速モードを利用することができたので一部の40桁表示のアプリケーションは CPU に依存した計算の性能を上げるためにスクリーン表示を無効にした。ピン配置は MOS6510 と若干異なっている。8 5 0には6510が持っていたファイ2ピンがなく IO ピンが拡張されている。8502のピン配置2007年に HPE は3プラステクノロジーが製造する8502。 プロセッサを使用した電卓の HP-35S をリリースした。ありがとうございます。